結婚されてあれですかね、気持ちも引き締まりましたか。ご結婚されて気持ちも引き締まりました。それ僕も聞きたい。大変素敵な旦那様が2人に現れましたので、とりあえずこの2ヶ月はこの2人の旦那様に尽くさせていただきたいと思います。いや、もうなんか幸せオーラがすごい出てますけど、ね、もう2人のおかげでも旦那がいいから、まあ、結ばれないんですけど、ね、芝居では結ばれないんですけど、ね、死に別れるんですけど、ね、ちょっと縁起が悪いかもしれないんですけど、よかったら報告してください。こういつどんな方と結婚されたか、はい、昨月ですか、1月の22日に入籍させていただきまして、まあ、式は5月の末に予定しておりますので、また5月の末から、まあ、きちんとお披露目してということになりますけども、まあ、芝居が好きな人なの でまた非常に明るくよく食べる人で、私とも喋っててもずっと私はずっと喋ってますんですけど、僕も負けずと喋ってまいりますので、とにかくずっと誰かが喋ってる状態でございます、はい、なんかラーメンコンとも言われてましたけど、はい、何ですか、歌舞伎座の裏のね、はしごという、もともと顔見知りだったんですけども、その時に私がちょうど歌舞伎座の出番の合間に、うん、はしごというラーメン屋さんに行ったら、うん、彼女が入ってきまして、でその大事なのは、その前のお芝居やってたお芝居が万全長兵衛というお芝居だったんですよ、うん、で吉右衛門、亡くなった吉右衛門の様が客席を通られるんですね、うん、その客席を通る時にうちの奥さんになった人と握手をなさったんですよ、でたまにそういうふうにお客様と握手したりなさってたんですけど、彼女はその興奮冷めやらぬ状態でラーメン屋にやってまいりましたもんですから、そのまあお祝いも兼ねて私がご馳走してあげたんです。ちょっとかっこつけてね。そしたらそのお礼の連絡が入ってから、まあ親しくなってということで、ラーメンと吉右衛門の様に感謝でございます。はい、この先はしごに行ったら米吉君と遭遇したらご馳走になれると。ご馳走になる、それは誰かと握手した後に。5月の衣装はどんな衣装になるんですか？黒紋付きとタキシードです。白むくは来ません。ウェディングドレスも来ません。来ません、多分来ません。素敵な花嫁姿。あれはファイナルファンタジーという昨年やってたお芝居の衣装の一つなので、うちの奥さんはあんなものを着られた人と私は隣でウェディングドレスを着なきゃいけないのは嫌だと言っております。はい、なんじゃいなこれ。大事な話全然してないわ。ね、でもおめでたい話で、ね、恐れ入ります。ね、初日を迎えられるということですけれども、はい、これは初演の時から私の父が竹彦でたびたび出させていただきまして、本当に縁が深い演目ですし、私自身もこの昨年亡くなられた陽の井様が初舞台の時に口上をおっしゃっていただいて、非常にこの澤瀉屋のおうちとうち我が家が本当に縁が深いもんでございますから、この大和たけるに出させていただいて本当に嬉しく、またこれは今音立花姫ですけども、江立花姫とお姉さんの方と両方やるというのは本当に久しぶりのことでして、まあ本公演では福助のお兄さん以来で、福助のお兄さんも昨日歌舞伎座の初日に父に楽屋で「しゅうちゃん頑張ってる!」ってすごい気にしてくださったりしてて、非常にこの二役をやるということがある意味一つのこの原作の梅原先生の書いた脚本の作りなので、今回はそういったやり方で久々にやらせていただきますので、そういったところも皆様にお楽しみいただければなとは思っております。はい。